はい。忍び屋敷。よし。頭、三河の一向一揆のことはお聞き及びでござるか。聞いておる。聞くところでは、本田正信殿が一揆方に加担しておるとか、松平の大殿の聞きとなれば、我後で黙っては見過ごせません。ふん、そこでじゃ、服部安蔵石川五右衛門両名に密命を授ける。来た、ついに共同任務が、俺たちに?こう、いやいやそうな顔をしつつ、こう、実は半蔵とやっと一緒に仕事が、みたいな。本田殿は確かに熱心な一向門と、確かに一気ずに加担しているように見えんでもない。だが実際にはバラバラの一騎士をまとめるための見越しとして担がれただけかもしれん。うん。熱心な一向門と一緒に脅されて、無理やり一騎士に祭り上げられているのであれば、直ちに救出するのじゃ。なるほど、そうすれば一騎士は右往の衆。軍を指揮できる者がいなければ討伐は容易なる。しかしもし本田殿が本心から松田だけを裏切り一向門に魂を打ったのであれば、消せ。ちょ、かっこいいここ。消せ。消す?命を頂戴してもよろしいということでござるな。しかしそれは、いずれにしても本田殿を一向門衆から引き離す必要がある。そういうことじゃ。うん。本田八八郎正信。味方ならばこれほど頼もしい男はおるまいが、敵になればこれほど恐ろしい人物はない。あの御仁がそれほどの器量人でありましょうか。お主ならは本田殿の進化を知らんのだ。いや、おそらく松田家の中でもそれに気づいている者は少ない。なるべくなら生かして松田家のために働かせたいが、敵となればそうもいかぬ。容赦なく息の根を止めよ。わかったな。はっ。かしこまりました。うん。吉田にて盾を持っておるぞ。半蔵、わしの足を引っ張るようなことだけはするなよ。うぜえ。ツンデレうぜえな、ここまで来ると。いや、辛い任務を受けようと。強制的に進むな。この辺で一旦来てセーブって行こうと思ったのに。止めていいのか、これは。まあなんか勝手に進むし進めよう。さっきだっておるようじゃな。当然だろう。これから戦かもしれんからな。どうする?知れたことを城に忍び込んで本田殿に直接話を聞く。お前は目立ちすぎだろ。忍び込めねえよ。なんで金色のさ、着物着てんのお前は。しかもなんか頭もさ、アフロかモヒカンかわかんねえような髪型してるから。ええー、お主らここで待ってよ俺。俺一人でも任務を果たす。あばよ。死亡フラグだな、これ。あ、ゴエモン。仕方ないの。ゴエモン死亡フラグ。なんだお主、ついてきたのか。へへ、積んでるすぎる、ほんとに。貴様一人生かすわけにはいかん。手柄を独り占めされたくないってことか。お前らそんな破談してたらバレるわ、そんなの。しまった。いや、こいつら忍びだ。松平は伊賀の忍びを使うというぞ。みんなやっつけちまえ。ええ、仕方ない。半蔵切り抜けるぞ。おう、これあれか。戦闘か、まさかの。結構体力やばいんですけどね。おー、すげえ、室内。おー、五右衛門も鎖かもじゃん。仲間、傷薬使っとこう。はい。うん、手当てをしよう。てかさ、五右衛門なんかグラフィック違うでしょ、それ。もっと金ピカの、やべえ、囲われた!やべえ、やべえ、危ない。危ない。一人しか食らわなかった。お、分身の術。いいね、五右衛門。五右衛門が増えるとか気持ち悪いな、おい。よく考えると。その辺の妄想をしてはいけないな。ちょっと、お前その辺で分身してても全く役に立ってね。どういう構図だ、これ。お前右で勝手に分身してるけど、全員俺の方に来てんじゃん。何の役にも立ってねえよ、お前の分身。働けよ、もっと。よし。あ、よし、五右衛門とどめ。あ、もう俺が刺しちゃった。よーし。勝利。まあ楽勝だな。ふぅ、なんとか切り抜けたようじゃ。お主と共に行動するとこれだ。俺は一人で本田を探す。もうついてくるな。お前のせいだろ、さっきの。あ、ゴエモン。うん、しょうんない奴だ。仕方ない、一人で探すか。この辺りが怪しいが。やった。ゴエモン涙目。本田の。それは、くせ者。我らが投了に何をするか。あ、あってなんか普通に反応しちゃってるよ。あ、また勝負か。敵に本田はいねえだろうな。とりあえず今度は一人でまた四人相手にするのか。
とりあえず勝利と。はぁ、はぁ。それは疲れるわ、今の。俺もちょっと疲れたもん。待ってくれ、本田殿。わしは何も貴殿を害しに来たのではござらん。はぁ、はぁ。お互いにハーハーするな、お前ら。ちょっと。実は我らの頭から本田殿の真意を探ってまいれと。というわけでござる。頭はいざとなった時は消せと命じたが、元は同じ松平家臣、わしには手が下せる。本田殿どうなのじゃ？一気勢に祭り上げられたのか、それとも大殿の裏切るおつもりか。何がおかしい。よかろう、お主には本心を争う。わしは何もに祭り上げられたわけではない。むしろわしが一気を煽ったのじゃ。何？ではやはり大殿を裏切るおつもりで。さにあらず、これは策略よ。策？略？ そうなるよね。三河には従来から一向門徒が多いのは貴殿も知っておろう。その門徒衆たちに不穏な動きがあるとわしは掴んでおったのじゃ。そこで大殿と相談し、一向門徒であるわしがわざと行き方について門徒を先導し、放棄させたというわけじゃ。な、では。一騎士も準備ができぬうちに立ち上がったもんだから団結も弱い。これなら鎮圧も容易じゃ。大殿は安心して一騎士を討伐し、それを口実に一向衆の勢力を弱めることができるというものじゃ。まさかそのような考えで。わしとて阿弥陀様を信ずる者、心苦しい思いじゃが、大殿に歯向かう連中を野放しにはしておけぬ。なるほど、そのような策略で。しかし、伊賀衆の頭、桃地三太夫でも見抜けなかったとあれば、諸人も騙されるというもの、見抜けるわけねえだろ、お前。ははは。すべてが策だったとは、まこと、そら、恐ろしい御仁じゃ。というわけじゃ、頭にも事情話しておいてくれ。案ずるなと。それではわしは大殿との戦に備えねばならんからの。失礼する。適当に矛を交えるだけじゃ、ブーンもクソもないわ。では、お主も達したれな。ごえもん、遅いお前。いた、本田正信、見つけたぞ。お主は。問答無用、お命。お前は、本当に。話はついた。話は帰り道じゃ、とにかく帰るぞ。本田殿、では失礼。おい、待て、おい。ごえもん、バカキャラになってきたな。間違いない。確かに策を好む御仁だが、大殿への忠誠は誰にも負けぬお方じゃ。信じてよい。さすが侍出身は言うことが高尚じゃね。裏口は叩いてないで、里へ帰るぞ。頭へ報告じゃ。五右衛門が萌えキャラ化してきているな、本当に。まあ、今回はイベントだったな。イベント任務だったな。まあ、こう、年が進むごとにこういうイベントが出てくるんだろうね。さ、頭に報告じゃ。お主は何もしとらんじゃないか。それにつけても、空恐ろしきは本田正信殿じゃ。我らも夢め本田殿の上を行こうなどとは思うまいぞ。まさしく。そんな大層な策略かね。五右衛門はまだよくわかっておらんようじゃな。まあよい、二人ともご苦労じゃった。下がってよい。はは。よし、クンクワップ。そこでちょっと録画時間がやべえな。この辺で、一旦、お、イベント続くね。しかし、松平元康は、三河国内の一向宗参加者に対して放火打ち壊しを命じた。寺を元に戻す。それは元康にとって寺が建つ前の元の野原に戻すという意味であった。この後、三河国内の一向宗勢力は減退し、元康は三河の支配を確実なものにしていったのである。松平の大殿と本田正信殿、阿吽の呼吸というべきか、見事な策略で三河を治めたものじゃ。まあ、本当は、めちゃくちゃ長い時間かかってるんですよね、確か。この三河一向一揆鎮圧っていうのは。そういうわけで、今回はここまで。ありがとうございました。